売れるものを作る、とき、その、邪悪は滅べ、という最善である倫理、それを実際は、適用しにくい現実は少し、ある。加害を受けた側の感情論は全くその通りだったりも、しかし。この先の、元凶はもう死んでいるので、現場にこれ以上の過失は問えない。それはどうも、声として弱さはある。それである限り、売れるもの、の台頭は現場への、殺意を伴う否定にならざるを得ない場合、それは少なくない。でも、経済的な窮地。結果、大賀さんの決定に逆らうな、に、自分も依存する現状ではあり。ただもちろんその結果、現状維持。いつまで？その疑問と憤りも、膨らみ続けるわけだが。憤るべきは、そんな状況を維持し続ける神江では、ある。ただ、安倍首相の死はそれでも、犠牲を出したことに変わりはない。山上容疑者の人生は、殺人者。